風魔クッキング。今日は庭園を眺めながら優雅な時を過ごせる広島市西区三滝、三滝荘から日本屈指の料理店を任されるなど輝かしい実績を持つ総料理長鈴木和夫さんの登場です。では鈴木さん、よろしくお願いします。お願いします。今週は元気になる料理、今日はこちらを作ります。豚ロースのカツレツ、オクラソースかけということで、はい、まあお肉料理はね、エネルギーになりますが、オクラでソースを作りますか。はい、今日はこうソース、とんかつソースじゃなくて、ちょっとオクラと醤油でさっぱりした味に。なるほど、はい、とんかつソースとはまた全然違う味わいになるんですよね。そうですね、はい、ちょっと上品な、はいはい、和食が出来上がりますんで楽しみにしてください、はい、クッキングスタートです。はい、じゃあ、こちら豚ロースですね、はい、でこちらの事前に塩コショウしてあります。はい、はい、両面ですね、やってます。両面振ってありますね、はいはい、でこちらにですねパン粉をつけていくので、はい、まず小麦粉をつけます。まずは小麦粉、はいはい、いいです、この厚みがあるお肉、はいはい、でちょっと卵をつけて、はい、でパン粉をつけます。パン粉、はいはいはい、これセットで揃えておくといいですね。そうですね、本当に順番に、はい、であとはもう右手でつけて左手でパン粉をつけると手が汚れないので。なるほど、そうなんですよ、はい、毎回手が汚れるのが嫌なんですよね。そうですね、揚げ物っていうのは面倒くさいんですが、はい、片手でやれば汚れないと、はいはい、じゃあこちらですね、ちょっと油熱したところに入れていきます。はい、やっぱり豚肉というのも夏にはいい食材ですか。そうですね、本当にとんかつとかいいですね、エネルギーになりますね、はい、でこちらあと両面ですねきつね色になるまで、まあ、約2分ちょっとぐらいですかね、こう揚げながらちょっと焼く感じで、はい、1センチぐらい油が引いてありますね。そうですね、はい、はい、その間にですね、オクラのソース作ります。はい、今日のポイント、オクラのソース。はい、でこちらオクラなんですけども、まあ、額を剥いてですね、塩で表面をこすっていただいて、はい、まあ、1分ほど、湯がけます。でそれを氷水に落として水気を切ったものがこちらですね。はい、こちらになりますね、はい、色も鮮やかになりますね、はい、やっぱり。でまずこちらですね、縦半分に切ります。はい、縦半分、はい、で今日はちょっと種を使いたくないのでですね、はい、種を取ります。オクラの種を取ったことがないです、はい、でこちらもフォークなどで取りやすくなるこういう形でですね。あ、本当だ、はい、でこういう具合に綺麗に、あ、綺麗に取れますね、はい、でこちらオクラ種取るときですね、フォークの先を使うと、まあ、綺麗にこうやって取りやすくなるので、はい、はい、包丁使うよりも、そうですね、包丁いいですね、この小ささ、はい、細かさならこの方がやりやすいですね。これなんで今回種取るんですか。あ、やっぱちょっと色合いとかですね、その辺もちょっとちゃんと出した青く仕上げたいので。あ、なるほど、ちょっと片面上がったので、そう、豚を裏返します。いい色です。はい、はい、まあ、オクラも夏野菜ですもんね。そうですね、こういう具合に種を取ってあげて、そっか、元気になる料理、オクラを使うということはネバネバ。そうですね、このネバネバがいいですね。それでオクラですか。はい、はい、はい、綺麗に種取れました。はい、はい、こちらを。確かに夏はいいですね、ネバネバ料理が。はい、はい、でこちらですね、種取ったオクラなんですけども、はい、こちらはちょっと粗みじんにします。はい。あ、いい音。ちょっと刻んでいただいて。やっぱり、ああ、刻めば刻むほど粘りが出てきますね。そうですね。で、こっちはちょっとみじん切りに。細かく。そうですね。もう好みの大きさに切っていただければ。はい。結構こう刻んでみると量にもなりますね。そうですね、かなりの量になりますね。ちょっと今日はこれぐらいでいきます。はい、はい、じゃあこちらを、はい、こっちだ、はい、すいません、
こう食感が残る程度でしょうか。そうですね、はい、はい、そしてちょっと豚がいけそうなので、はい、これちょっとしっかり一旦油を切って置いておきます。はい、結構時間かからなかったですね。そうですね、もう5分ほどでいけると思います、ね、はい、じゃあこちら一旦置いておきます。そしてソースですね。はい、ソース作ります。じゃあまずこちらですね、はい、わさびを入れます。でここにまず少しずつちょっとわさびを溶かすので醤油の方をお願いします。はい、はい、醤油は少しずつ、はいやっぱりオクラソースですからこのお醤油との相性がいいですか。そうですね、わさびと醤油合いますね。はいはい、もう一気に大丈夫です。はい、はい、で今日はここにですねオリーブオイル入れます。はい、はい、ちょっとドレッシングのような感じになるんですかね。そうですね、はい、でここにですね先ほどの刻んだオクラですね、こちらを入れます。はい、はい、でこちらを混ぜます。なるほど、はい、でこちらですね、まあ、オクラの色が、ね、悪くなるので、ね、食べる直前とかかける前に合わせた方が、はい、あの色が綺麗に仕上がります。この緑を生かすために。そうですね、はい、見えてきました。美味しそう、はい、これいいですね、はい、でここで先ほど揚がったカツを切ります。はい、どうでしょう。カツレツもドーンと出すよりもこうやって少し切ってあげると上品になりますね。はい、いい音。はい、はい、でこちらにこのソースかけます。このソース他にも使えそうですね。あ、そうですね、本当にもう魚料理とかでも全然合うと思いますね。ですね、はい、で今日はちょっと色合いでですね、あのさいの目に切った長芋をちょっと散らします。はい、ネバネバ同士、はい、あと黄色いパプリカですね。確かに最後にもオクラの色が効いてますね。そうですね、鮮やかですね、はい、でここに最後ちょっとプチトマトの赤を入れてあげるとまたちょっと見栄えが綺麗になると。はい、はい、こちらで完成です。はい、夏らしい一品です。豚ロースのカツレツオクラソースかけ20分で完成です。では材料のおさらいです。豚ロースのカツレツはこんがりきつね色に揚げ焼きをしました。上にかけるオクラソースのオクラはボイルした後種を取りました。種はフォークの先を使うときれいに取れますよ。そしてオクラをソースに合わせるときには食べる直前に合わせてください。夏バテ解消にもぴったりな豚肉やオクラをしっかりと食べて元気倍増させましょう。はい、というわけで、はい、どうぞ。とんかつが好きで、はい、オクラが好きなんです。わもう楽しみ、夢の共演です。どうぞお召し上がりください。オクラソースのちょっと想像がつかないです ね、 そうですよね。初めてソースがいっぱいかかってる。はい、おー、ネバネバ。美味しそう。そりゃ美味しいですよ。美味しい、合いますね。そうですね、合いますね、意外に、はい、あのどんな揚げ物にも合いそうです。あ、確かに、はい、ちょっと夏でなんかお肉食べたいけど揚げ物ちょっとしんどいかなっていう時でも、うん、このオクラソースがあればさっぱりであります。いや本当にそうなんですよね。そうそう、結構何でも合うと思いますね。ね、はい、またソースにすることで具材にもよく絡みますからね。そうですね、はい、余ったソースをちょっとまたご飯にかけたりみたいな感じ。合うと思います。丼もいいし豆腐にかけてもいいですね。あ、いいですね、はい、ぜひ簡単でしたのでオクラソース覚えて実践してみてください。鈴木さんどうもありがとうございました。 ありがとうございました。さあ明日はフレンチの山本さんにマグロのステーキニンニクレモンソースを教えていただきます。